24時間テレビの新たな主演者は平野仕様ファンの期待と予想の背後に潜む真相。平野仕様、新たな24時間テレビドラマ主演の噂にファンがざわめく。毎年夏に放送されている24時間テレビ愛は地球を救う日本テレビ系は感動的なエピソードや心温まるドラマで視聴者を引き込んできました。 そして、今年の注目はなんと、キング、リンチェプリンス、メンバーである平野仕様に絞られているようですジャニーズ公式モバイルサイト、ジョニーズウェブの個人ブロックが火種となり、ファンたちの期待と予想が高まっています。1、平野仕様の黒髪イメージチェンジが噂の発端。ジャニーズアイドルである平野仕様はいつも派手な髪色がトレードマークとなっています。 しかし、最近の彼のブログに掲載された写真が注目を集めました。その写真では、通常の派手な髪色ではなく、黒髪にイメージチェンジしている様子が確認されました。これが24時間テレビ、ドラマの主演起用の噂を巻き起こすきっかけとなりました。2、ファンの期待と憶測が広がる中、SNS での反応は 平野紫耀のブログの写真を受けて、ファンたちの間では様々な憶測が飛び交っています。特に、彼の黒髪に関する予想が膨らみ、SNS 上では活発な議論が繰り広げられています。ファンの中には、平野紫耀さんが黒髪になられたのでこれは24時間 TV のドラマ来ますわ。革新、黒髪ということは、これはもう勝手な予想だけど、 と24時間テレビのドラマ平野仕様じゃないか。24時間テレビのドラマ期待しちゃう。黒髪にしない平野仕様が黒髪とかもう、などのコメントが多く見受けられます。これにより、24時間テレビ、ドラマの主演者に平野仕様が選ばれるのではないかという期待が高まっています。3. 平野仕様ファンの期待が裏付けされる可能性。 芸能ライターによると、平野が茶髪や金髪など派で色を好む傾向にあるのは、ファンの中では有名な話。しかもここ最近は、8月20日公開の主演映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナルで金髪にしていました。役に合わせて髪色を変えるのはよくあることなので、ファンは髪色で次回作の判断などをしているようです。 7月スタートの新ドラマに平野の名前がないので、まだ発表されていない24時間テレビのドラマ枠に敵を絞ったのでしょう、とのこと。ただし、まだ公式な告知はないため、あくまでこれはファンの間で囁かれている噂の息を出ません。しかし、ファンは平野仕用の動向を熱心に追い、その期待が裏付けられる可能性も高いと言えそうです。 期待の裏に潜む真実、24時間テレビ、ドラマ主演に平野仕様の可能性。ジャニーズの人気アイドルである平野仕様が、24時間テレビ、ドラマの主演に抜擢されるのではないかという噂が浮上しています。彼のブログに投稿された黒髪の写真が、ファンの間で期待と憶測を呼び起こしました。ファンたちは、 これまでの彼の髪色の傾向や最近の映画での金髪姿から24時間テレビ、ドラマの主演が確定的と考えているようです。一方で公式の告知はまだ行われておらず、これが単なるファンの期待に過ぎない可能性も否定できません。しかし、平野市洋ファンの熱狂的な期待と、その期待が現実になる可能性に注目が集まっています。 24時間、テレビの裏に潜む真実が解明されるのは番組が近づくにつれてとなるでしょう。ファンたちは今後の発表を待ちわびつつ、平野紫耀の新たな挑戦に期待を寄せていることでしょう。